大声で叫ぶぞ。せーの、助けて。長島町の倉の本小学校で防犯教室が開かれました。この春入学した1年生15人を対象に、阿久根警察署の警察官がボンタンデカとマンダリン巡査の防犯教室と題して紙人形劇を披露。防犯の合言葉、イカのお寿司の説明に子どもたちは目を丸くして聞き入っていました。助けて。いいね、いいね。それで周りの人が助けに来てくれますからね。子どもたちに対する声かけ事案っていうのが重大な事件につながったりすることも多いですので、ぜひ小さいうちからイカのお寿司をしっかり覚えて防犯意識を高めてもらいたいと思います。撮影は阿久根市の MBC ふるさと特派員赤木新一さんでした。